下腹ぽっこりが気になる。反り腰が治らない。仰向けに寝た状態で膝を開きましょう。そしたら膝をパカパカと動かしていきます。スマホ見ながらマイペースでやってね。できれば床に腰をつけるようなイメージで骨盤を起こす意識してみて、ゆっくり股関節を開いてみてください。最後まで頑張っていきましょう。次は左上にあるメニューを行います。片足を伸ばしたら片足を曲げる。伸ばしてる足をブラブラ振ってみましょう。股関節から足を開いて振るようなイメージです。曲げてる膝がもし床につけられない場合は少し浮いててもいいです。これももちろん意識ができれば腰を床につける意識やってみて。この意識がお腹を引っ込めるのにすごい役立つよ。あと少しです。次は反対足を行っていくよ。ゆっくりやっていきましょう。この足をブラブラするのって実は太ももの力も抜けるから、足が疲れたなーっていう時にやるのもめっちゃおすすめ。布団やベッドの上でもできるし、テレビを見ながらでもできるから習慣になりやすいよね。足が疲れたなーと思ったらこれ続けてみてね。股関節周りがゆっくりね開いてくると骨盤の歪みなんかも良くなってくるから、それも踏まえてやってみようね。次は膝を曲げて内ももを床に倒す感じで股関節周りストレッチしましょう。無理にね太ももの内側床につけなくてもいいです。内側に少し動かすことができれば股関節はちゃんと動いてくれて、周りの筋肉ストレッチできてますから、ゆっくり股関節から内側に倒す意識してみてね。あとちょっとです。オッケー。次は両膝曲げてお腹の方に向けてももを抱えましょう。股関節から腰を床につけて膝を抱えるっていう順番です。下腹をしっかり使うために足の力できるだけ抜いてからやってみて。お腹の力で足が動いているイメージ、足が重たく感じたらお腹に力がかかってるよ。あと少しです。 OK。 次は両膝を曲げて左右に膝を倒していきましょう。上半身の肩がね浮かないようにゆっくり動かしてみて。これでウエストのくびれができたり腰痛解消になったり、いろいろねメリットがある動きになってくるよ。楽に膝を倒す方がいいです。あと少しです。はい、 OK。今度はお尻を持ち上げたら背中からゆっくりお尻を下げてみて。骨盤後傾、お尻を上げる、背中をつける、お尻、そういった順番で意識をしてください。下腹を使いながらね骨盤を起こす、反り腰解消におすすめな運動です。ただお尻を持ち上げる意識ではなくって、床を踏みながら腹筋使いながらお尻を上げる意識。あと少しです。はい、 OK。 今度は交互に膝を抱えていきましょう。これ少しお尻が実は浮いてます。ちょっとお尻を持ち上げた状態で腰を丸めながら足を動かしてます。下腹を使いながら
下から上に向けて腹筋を使っているイメージです。足の力をできるだけ抜いてくださいね。足の力抜いた方が下腹を使う意識ができます。今度は膝を開いたままで万歳しましょう。手を戻したら腰をちょっと床につける意識をしてみて、背伸びをすると腰に隙間がすごく空くと思います。その隙間を手を上に上げた時に床につけるイメージです。これで骨盤の歪み、腹筋を使う意識、立ってる時の正しい姿勢が身についてくるよ。あと少しです。 OK。 今度は寝た状態から交互に股関節を回していくよ。スタート。股関節から回してますっていう意識ちょっとやってみて。膝を回すというよりも股関節から足を回す。足を抱えた時は腰を床につける。もし股関節がコリコリ鳴っちゃう人はね、無理にしないでください。この膝を回して股関節を回してやっていくとコリコリなくなってくるよ。 OK。 交互に膝を抱えていきましょう。スタート。膝を抱えるっていうことはね、腰が丸くなるってことですから、腰のストレッチになります。お腹が出てる人の多くは腰が反れて腰に負担がかかる姿勢になってます。そういった場合は腰をしっかり丸める運動を増やす必要があります。寝たまま簡単にこういうので解消できます。あとちょっとです。 OK。 はい、じゃあ膝を曲げたらパタパタ振っていきましょう。楽にやっていきましょう。お尻の横を使って膝を開いてるイメージをしてみて。お尻の横の筋肉って日常的にすごく弱ってきていて、歩く時に使われる筋肉なんだけど、ほとんどそれじゃ鍛えられないから、こうやって別で鍛える必要があります。ここの筋肉が鍛えられると体幹が強くなり、お尻が持ち上がってお腹が出にくい姿勢が作れます。 OK。はい、そしたら今度は足を上に上げて足首パタパタ振りましょう。楽に足を振ってみて。足がむくんでる時や足が疲れてる時、そういった時におすすめな運動です。楽に足を振ることで血流が上に上がってきてね、むくみ改善にもいいから、お風呂上がりなんかにこれやるのもね、おすすめ。お風呂に今日使ってないよっていう時にはね、こういったのをするとね、翌日足すっきりしてるよ。 OK。 じゃあ楽に膝曲げて、交互にね、寝たままくるぶしにタッチするようなイメージでくねくね動いてみましょう。これで腹斜筋を伸ばしたり鍛えたりすることができてます。ウエストが寸胴だよっていう人にはぴったりな運動。起き上がらなくていいからとっても簡単だよね。体をね、倒しながら呼吸を一緒に行うと体幹すごい鍛えられます。あとちょっとです。 OK。 あとちょっとで終わりよ。今度は少し膝を曲げたままで足を振っていきましょう。骨盤後傾から股関節から足を上げる意識です。足が重たく感じた方が腹筋に効いてるよ。足がね、なかなか持ち上がらないからといって足に力を入れるとお腹にかかる力が足に逃げちゃいます。これは下腹を使う腹筋メニューですから、足が重たくて上がんなくてもいいよ。マイペースでやろうね。OK。